はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。信長の野望創造戦国立志伝、いい家でのプレイ続きをやっていきましょう。すでにいい直近で始めたこのプレイなんですが、いい道都市に代替わりをしています。で、今川家に対して独立戦争を仕掛けたんですが、まああえなく敗北してですね、和議和解同盟を経て現在に至ります。で、今はですね、再び今川に対して戦争を仕掛けるために武田をまずは飲み込もう、北条を飲み込もう、まあそういったところの展開を行っています。では続きをプレイしていきましょう。まあ何はともあれですね、まずは武田領を駆逐するところからになります。お任せください。お任せください。かしこまりました。もう本当に総力戦な感じで武田攻めを行ってます。出陣します。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。武将の数が多いところからやっぱり人を出していかなきゃいけないんですが、武将の数がやっぱり少ないんで、そこはちょっとね、考えながらにはなっていきますね。まあ、まずは武田を潰して武田の優秀な家臣団を取り込みたいとこだけど、力を合わせ戦い抜くのだ。戦場へ参る。結構激戦になってるな、ここも。ちょっとここの朝倉山城の戦線とかが良くないな。一旦兵を引いて勝山城攻めに専念しましょう。あとは一条谷だな。かしこまりました。出るぞ。必ずや勝つ。どうした、かかってきた。出陣します。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。まあ、何としても一条谷と勝山城、この2つは取り切りたいので追加で派兵していきましょう。金ヶ崎からも兵を出さないとちょっと危ないかな、特に勝山城あたりが。兵糧の数的にも厳しいな。どうしようかな。敵の数決して多くないけど、この赤松隊もピンチだしね。もうちょっと様子を見ましょうか。出陣するぞ。どうした、かかってきな。敵将捕獲したぞ。どうした、かかってきな。軍勢を出しすぎてちょっと PS4 が重くなってますね。よし、一条谷は取った。一条谷を取ったらどうだ、逆に朝倉山が手薄になってないか。承知いたしました。承知いたしました。
なんとか突破して戻ってきてほしいけど。一旦兵を引き上げますか。で、戦力を整えてまた戻ってきましょう。まあ一乗団にまで戦線を押し上げることができたというのは、まあ、プラス要素ですよね。ここは例によって回収を入れていきます。本当によくここまでこの空吹き門のままでいたよな。このグジョー八幡城とかに関しても、さあちょっと時間、次の攻め手まで時間があるので、その間に調略の手を伸ばしておきましょう。秀吉とかも謀反してくれればだいぶ戦いが楽にはなってきますね。で、一乗団に7600か、まあ、この一乗団に7600は光秀を戻してしのぎましょう。で、一乗谷18500か。結構軍勢出してきますね、一乗谷。まあ、ただ、一乗谷は、返しませんよと。今川との信用は94で残り14ヶ月か。そしたら、援軍の要請を出しますか。まあ、朝倉山城とか攻めるっていうよりかは勝山城の方がいいかな。かつての主君今川軍と合同で戦線に当たりましょう。郡上八幡か。郡上八幡のが厳しいな、守るのは。城もまだしょぼいですからね。郡上八幡落とされたくないので軍勢を出していきましょうか。で、予定より早いですが先に勝山城攻めとかも入りましょう。このまま攻められるのを待ってるよりかはこっちから攻めていった方がきっと逆に兵力の消耗が少ないかなという感じにも見えてくるので、5000以上の兵が出せるような城に関しては出兵をしていきましょう。結果的に郡上八幡の防衛にもつながるでしょう。
向かっております。光秀も退けられたが、なかなかの舞台だな。出陣するぞ。まあ、こちらは練度とかね、武将の質でいうと武田にやっぱり劣るといえば劣るので、まあ、物量作戦で迎撃していくしかないですからね。そしたらここで戦闘を継続するよりかは朝倉山の方に兵を転進させましょう。かしこまりました。加勢いたす。お任せくだされ。今川の援軍が全然出てこないな。城が取り囲まれました。一条谷がそれでピンチになってるわけだな。一条谷に兵を出していきましょう。お任せください。我が軍力お見せしよう。出るぞ。一条谷がだいぶ削られてきてるんで、一条谷落とされないようにちょっと気を使っていかなきゃダメかな。一条谷に関しては郡上八幡の方はどうにかなるね。さすが吉川元春だな。元春の軍勢で郡上八幡はなんとか持ちこたえられそうです。で、元春はしばしここで駐留させましょう。承知しました。よし、逆に攻めの好機がやってきたぞ。なんとか勝山城と朝倉山城は取りたいですね。兵糧的には問題ないですね。
さて、なんとかこの朝倉山の激戦を制覇できればだいぶ流れが変わるはずだぞ。で、今川さんに久しぶりに挨拶回りにもちゃんと行きましょう。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。京極高次とかを入れときますか。今取った城には。で、贈り物で今川さんに久しぶりに贈り物を贈りましょう。いや、ここは引き寝返りの方がいいかな。寝返りにしときましょう。承知いたしました。我らに勝てると思っているのか。出陣するぞ。さあ、いい感じで推移してきてますよ。勝山城は取ったので、朝倉山城も取りましたね。ちょうど目的としていた朝倉山も取ったので、一旦兵を休めたいところではあるけど、どうだろう、大正寺までは攻め寄せたいですよね。せっかくここまで来たら。ただ兵の数はだいぶ減らしてるので、一丸となって攻めないと逆にこちらが。承知いたしました。追撃を受ける可能性もあるので慎重に行きましょう。ん？ちょっと目を離してるうちに郡上八幡の方にいた軍勢が追撃しちゃってたんだな。しまったな。ってことは郡上八幡が今攻められると結構まずい状態になるんで、しょうがない、観音寺から兵を出しておきましょう。万が一に備えて。さあ、ちょっとこの大正寺の戦い見極めますか。ちょっと兵力的に足りないね。引きましょう。ここは拠点数もだいぶ確保したはずですね。武田とほぼ拮抗する戦力は得ることができたので、まあよしとしましょう。でだ、一旦兵を休めてその間に外交の状況を確認しておきましょう。残り5ヶ月で信用79。よし、このままいけば24ヶ月の同盟の継続は可能ですね。今川に対してはこのままいきましょう。
あとは武田が無茶なことをしてこなければ一旦蹴りはつくかな。で、郡上8万に1万2200か。兵を引いたらすぐ出てくるんですよね。まあ、郡上8万をせっかく取った玉の子の、玉の子？虎の子ですね。の城なので渡したくないという意図から出兵していきましょう。本当によくここまでこんなしょぼい城で耐えてきてたよな。勝山城に2万。いやー、武田さんも本当に来るね。で、山陰の方はだいぶ兵力を回復してきてるので、ちょっと大聖寺をもう一度攻めましょう。山陰の部隊を使って大聖寺を攻めていきます。まあ5万ぐらいの軍勢は多分集められるんじゃないかなと思うので、その5万ぐらいの軍勢を使って大聖寺を落としましょう。で、大聖寺がサクッともし落ちるようであれば、まあ、さらに武田の陣営奥深くまで攻め入りたいなという意図もあるので、まあ今川と関係が安定してしまうと武田に専念できるのですごく楽ですね。気になるところとすれば、あとはその今川がどれくらい大友を食ってるかっていうのをちょっと見ましょうか。いや、結構頑張ってるな。今川と大友はかなり戦力拮抗してますね。むしろ今川が攻められてる。まあ、この辺りは城があんまりなく、かつ大きくできづらいですからね。一旦攻められ始めると厳しいっていうのはありますよね。迎え撃つんだったらやっぱ山陽になるんですが、山陽まで大友がもし来るってことになると、ちょっと外交の方も見直していかなきゃいけないかななんて気もしてきますが、さあまずはじゃあこれくらいの軍勢、多分総勢5万ぐらいにはなってると思うので、この軍勢で攻めていきましょう。
陣する。我が戦お見せしましょう。出陣するぞ。出陣します。敵が我が領内に向かっております。結構強いね、やっぱ大舞台は。大舞台に関しては結構戦力削られますね。任せください。お舞台ほんと強いな。待って、持つか。持つね。お舞台ほんとに強い。で、大聖寺を狙う軍勢たちはある程度揃ってはきたね。承知いたしました。例によって大激戦になってるけど、勝山城の防衛に兵1万を割きましょう。討ち死にとかされると厄介だけど、ちょっと兵力が足りないかな。光秀を投入していきましょうか。もう本当に単なる物量作戦だけだっていうだけで、ちょっと見てる方は何やってんだよって感じになっちゃうかもしれないんですが、大聖寺だけは取らせてください。まあ包囲すればなんとかなるでしょう。ちょっと兵力が足りないな。お互い総力戦になってきてますからね。兵糧不足に陥っている部隊があれば返していきましょう。他は大丈夫かな。なかなか大聖寺落とさせてくれないね、やっぱり。
攻撃するために部隊を迂回させるのがいいかどうかちょっと悩むぐらいではありますけど、おっと大友が、大友がついに本州に上陸してきてるな。どうなんだろう、守りきれんのこの大軍相手に。いやー、今川がもし万万が一、山陰地方を食われてってなると大友と吉見を通じなきゃいけなくなるってこと？いやー大変だな。まあちょっと遊ばせててもしょうがないので迂回させましょう。武田も軍勢の数全く減らないね。任せください。逃げたければ逃げなさい。かしこまりました。敵が我が領内に向かっております。ちょっと兵糧の数が心配になってきたな。そろそろ。そうだよね。ただ数は多くないのでここは海戦で落としに行きましょう。お、援軍が到着してるか。まあ続々と敵味方ともに援軍は来るでしょうね。まあ光秀の狙撃があるとその城門越しに攻撃できるのですごくいいですよね。敵の戦力兵力を直に削れるので。いやー光秀の狙撃マジで優秀だ。めちゃくちゃ早く敵削ってくれますね。ここは引く。まあこれであっという間に敵は殲滅したので、どうだろう、包囲状態になれるんだったらここで一旦合戦を終了してもいいんですが、ちょっとわからないのでこのまま天守を落としちゃいましょう。まあそんなに時間はかからないと思います。やっとなんか落ち着いてきましたね、戦いの方が。よし、敵は壊滅させることに成功しました。
はい、というところでちょうど大小事を落としてキリがいいので、今回はここまでにしてですね、この続きは次回プレイしていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにさせていただきます。